変身ガガガシャット I'm a 仮面ライダー大変身ガシャンレベルアップマイティジャンマイティキックマイティマイティアクション X ワイルドトーサイドデカキングトランスフォーム。こんにちは、変形合体です。今日はテレビマガジンの11月号の付録を紹介していきます。今回の付録は8個です。まず1つ目はここですね、大変身仮面ライダーエグゼイド完全なりきりセットです。かなり大きいです。お面とゲーマードライバーですね。こんな風になってます。まずお面ができました。もう目の穴がいっぱいあるんですが、まあ、全部取ってしまうとちょっとかっこ悪くなるので真ん中だけちょっと取りました。そして髪の毛がこの別パーツで何もしないとこのペラペラになってしまうんですが、まあ、見えないように反対側でちょっとテープで補強しているのでこのペラペラしないです。すごい出来がいいですね。なんかここの部分がまあヒゲにしかちょっと見えないんですけど、実際につけてみたんですがちょっとここちょっと分かりますか、ちょっと鼻の油がついてしまいました。油取りが身にもなりますね。そして次はゲーマードライバーです。これはかなり凝ってます。なので作るのに結構時間がかかるタイプですね。紙の質がいいので結構頑丈です。ここの部分はちゃんとめくれます。これはゲームドライバーの略ですね。自分が小さい時に買ってもらった時のテレビマガジンとかテレビくんとかの付録はもうペラペラで、もう何日かしたらすぐもうぐしゃぐしゃに壊れて使い物にならないような付録だったんですが、まあもう今のやつはやっぱすごいですね。作りも凝ってます。立体的でかなり設計が凝ってますね。で今回も、まあ、こういう部分はちょっと後ろでシールを貼って補強してパーツが分離しないようにしてます。そしてあと一つはライダーガシャットです。これも立体的で紙が厚いので簡単には壊れないです。実際にゲーマードライバーに刺すことができます。この状態がレベル1で、ここを開くとレベル2になるんですよね。そして2番目はライダーガシャット秘密ブックです。表紙を開いてと、ここについてます。裏側に結構詳しい説明が載ってます。レベル1の状態とレベル2ですね。そしてこの仮面ライダーゲームに関してはレベル3まで載ってます。あとはこれバイクのやつですね。これはバイク人間がこのレベルなんですね。こっからバイクになっちゃうんですね。これはもう人間じゃないですが、もう大丈夫でしょうかね。仮面ライダーダブルに出てきたアクセルはまだ人間の形をとどめていたんですが、もうこれは完全に機械になってますね。切り離すとこんな感じです。このマイティアクションに関してはさっきのライダーガシャットと同じサイズですね。ただ、こっちの方は厚みがないです。全部で5枚で、これは、このクリップですね。これで、留めておくことができて、ここに、これを刺して、余ってる方に、これ逆ですね。こうですね。これ、刺しておくことができます。ただし、あんまり奥まですると、ちょっとさっきの、帯が取れなくなってしまうんですが、そうしたらちょっとこっちから取り出すしかないですね。あ、取れました。
ちょっとまだ1話を見ただけなので、このスロットルをどういう風に使うのかちょっとよくわからないです。トノさん、これはもうその人間がバイクそのものになるので、まあ、骨とか大丈夫なんでしょうかね。ちょっと心配です。そして3番はガンバライジングカードです。これです。今度ちょっと遊んできてみたいと思います。そして4番はシールです。ここにあったやつですね。切り離しました。これ、まあ、ちょっと漫画みたいになってますが、これちゃんと剥がれますね。ちょっともったいなくて多分使わないですね。そして5番が仮面ライダーオーブの全タイプポスターです。これは表紙の裏についてるんですが、これはちょっと切り込みがないのでカッターかハサミで切らないといけないです。開くとこんな感じです。まあ、このウルトラマンはちょっと見たことないんですが、どうやらこれ一人で4人になれるっぽいですよね。ただこれ耳とかウルトラマン太郎っぽくて、これの肩はなんかセブンっぽいですけど、まあ、ディケイド的なやつなんでしょうかね。今度見てみます。そして6番がワイルド搭載ドデカキングのポスターです。こんな感じです。ちょっとおもちゃではこの足がまっすぐでピンってなってたんですが、ちゃんと劇中ではこういうふうに足が開いているのでかっこいいですね。そして今までのジュオーキングのこの2パターンとジュオーワイルドの2パターンですね。ワイルドジュオーキングと搭載ジュオーとワイルド搭載キングですね。そして今登場したドデカヨウですね。そして全部が合体するとワイルド搭載ドデカキングになるということですね。おもちゃの発売が楽しみです。そして7番はスーパーヒーロー変身スリットカードです。これです。まあ、本の中身を映してしまうとちょっとまずいっぽいんですが、まあ、1個だけちょっとやってみます。こういうふうにドデカヨウがワイルド搭載ドデカキングになるみたいな感じですね。こういうのが何箇所かあります。そして最後がブリザードオプティマスプライムです。今回はとりあえずこれが欲しかったので買ってみました。まあ、このオプティマスがついて780円なので安いんじゃないかなと思います。こんな風に入ってます。取り出しました。アニメの第2話で登場したんですが、敵から雪山で身を隠すためにこの色だけ変えたやつです。ビークルモードのギミックとしてはタイヤが実際に回転するので殺す方向ができます。トランスフォーム。まず変形難易度の方ですが、そうですね、まあ、これ小さいイージーコレクションとかのやつなので、まあ、でも難しい方なので2ぐらいですね。まずは下半身をこれに出します。そして足がちょっとここで曲げればちょっと通りますようです。そしたらちょっと元に戻して、まず腕ですね、ここ両方開いて、でこのままだと下半身がこちらにもここで詰まってしまうので、ここですね、ここの先端の部分を開いてこちらに持っていきます。そうすると下半身を完全に下に持っていくことができます。そして肩を前にして腕ですね、肩と腕、そして最後に頭がこの中に入っているので後ろから取り出して前に持ってくればロボットモードの完成です。それではじっくり見ていきます。まず顔ですね。顔は割とコンボイ顔です。完全にマスクしてます。まあ、寒いからですね。そして頭はちょっと左右とかには動かないんですが、肩がボールジョイントなのでここが360度回転できて、ここも
変形のおかげで肩が上がります。そしてここも横に上がります。ただし肘ですね、肘を曲げたりとかはちょっとできないです。で腰もちょっと回転しないんですが、足が前後ですね、これぐらいです。横も結構90度近く上がります。ただしまあちっちゃいので残念ながら膝ですね、膝が動いたりとかはないです。つま先も固定です。またこの手にちゃんと C ジョイントがあるので武器が何かあれば持たせられると思います。またこことかですね。それではビークルモードに戻します。まず頭ですね、頭を収納して腕ですね、このように持っていきます。そして左右合わせます。そしてこの下半身をこちら側に持っていくんですが、この時にここですね、ここも持っていかないといけないです。ここの部分を合わせて、そうすると下半身をこっち側に持っていきます。そしてここのジョイントロックですね。ビークルモードの完成です。本の中身を映してしまうとまずいので来月の予告だけちょっと映します。こんな感じですね。仮面ライダー系とジオージャーの情報ですね。あとウルトラマンです。どうやらテレビマガジンが創刊45周年みたいですね。すごいですよ、そんな前からあったんですね。最後まで見てくれてありがとうございます。変形合体するものを毎日レビューしているのでチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。